スピードスケートのワールドカップ W 杯第2戦が17日、ノルウェーのスタバンゲルで開幕し、女子500メートルで小平奈緒、相沢病院が37秒08のリンク新記録で優勝し、この種目での W 杯出場レースの連勝を11に伸ばした。小平は W 杯通算13勝とし、1998年長野五輪女子500メートル銅メダリストの岡崎朋美の12勝を抜き、日本女子歴代最多の勝利数を記録した。小平は女子1000メートルでも1分14秒33で優勝し、通算勝利数を14に伸ばした。高木美帆、日体大助手、が1分14秒79で2位に入った。男子500メートルは山中大地、デンさん、が日本勢最高の5位。